私はこれを0円で買いました。僕もこれを0円で買ったよ。私はこれを0円で買って4800円で売りました。そして私はこれを0円で買います。ご視聴ありがとうございます。ぶんちゃんチャンネルのぶんでございます。皆さん、ドラクエ11はもうやりましたか？ドラクエシリーズのナンバリングタイトルについてはですね、ファミコン版ドラクエ1をね、忘れもしない1986年5月27日にね、発売日に買ってプレイしてから2、3、4、5、6、7、8、9、10まで全てやってますし、持ってます。全てね、2回以上はプレイしてますね。ドラクエ10だけはね、全くやる気が起こらずに、完全スルーしたんで、このドラクエ9からのブランクは長かったですね。9は2009年3月に発売されたんでね、うわ、もう10年以上経ってますね。そんなブンさんですが、2年半前もうゲーム機なんて買うことないんやろなと思ってたんですけどね、今度新しく発売される任天堂スイッチからもドラクエ11が出るぞ出るぞ、だからスイッチ買いなさい。という悪魔のささやきが聞こえてきました。結果、デルデル詐欺にね、半分騙されたみたいなもんですね。ドラクエ11をやりたいがために、ね、任天堂スイッチを買ってしまいました。だいぶ待たされましたね。待ちに待ったドラクエ11。スイッチ版はね、PS4 版や 3DS 版の単なる移植ではなくて、追加要素がたくさんありすぎる上に、PS4 版と 3DS 版の両方が楽しめる完全版になっているようです。楽しみですね。今回はこんなお話をします。ドラゴンクエスト 11S、PS4、3DS 版との違い。ドラクエ 11S、ゲームプレイ動画の予告。これはね、サブチャンネルの方でやります。私がドラクエ 11S を0円で買った方法。はい、この新発売のドラクエ 11S。PS4、3DS 版のドラクエ11からどんな新要素が追加されたんでしょうか。ドラゴンクエスト 11S の公式サイトで確認してみましょう。はい、公式サイト。ここですね、新要素。ここを見ればわかります。まず、これまで描かれていなかった真実が明らかになる新ストーリーを追加。ここ見てみましょう。新ストーリー、どんなのがあるのかな。ああ、ここだな。カミューと不思議な相棒、希望の旅芸人、気高き戦記マルティナ、ローと幸せの王国、さらに、グリーグとホメロスの物語も。続いて、3D も 2D もこの一本で全てを体験できる。この、PS4 版の 3D モードと、このね、3DS 版の 2D モードを切り替えて遊べるということなんでね。お得バッグって感じですね。2D はもういいかなと思うけどね。まあ、全体を見渡すことができるんでね、使う時もあるのかもしれません。次に、オーケストラの音源の追加。はい。これがね、普通のシンセサイザーの音源ですね。まあ、自分で、オーケストラの音源に切り替えると、これがね、本当の楽器を録音した音ですね。あ、全然違うな。まあ、音に広がりがあるというか、厚みがあるというか。いいな。こっちでやりたいな。続いて、さらに魅力的な冒険の旅、キャラクターボイスを追加。
旧ね、ドラクエイレブンはね、無音ですけど、無音というか無声ですけど、ドラクエイレブンですよね、各キャラクターにね、声優さんの声が入ったんですね。まあ、自分でね、オフにもできるみたいですよ。続いて、移動がさらにスムーズに、モンスター乗り物も新登場。やったことないんでね、よくわからないですけど。今までは何？ゴーレムと、これなんか、竜みたいな、犬みたいな、狼か。狼竜みたいなやつだけだったのかな？新しく、キラーパンサーとか、スライムナイトとかね、アイスゴーレム、メイデンドール、レジェンドウルフが追加されたらしいですよ。下行ってみましょう。よいしょ。戦闘の速度を3段階から選べる。バトルスピード。普通とね、速いと超速いが選べるんでね、レベル上げの時はね、後半ゲームに慣れてきた時はね、使えそうですよね。続いて、好みの見た目で冒険できる見た目装備。攻撃力や守備力はそのままに装備の見た目だけを変更することができるようになった。自分好みのスタイルで冒険することができる。ああ、これは別にどうでもいいや。旅の思い出を記録するフォトモード。あんまり興味ないな。続いて、歴代ドラゴンクエストシリーズ作品の世界冒険。お、これなんか、どんなのやろな。これにちょっとやってみたいな。興味あるね。冒険の書の合言葉を見つけると、歴代シリーズ作品の世界を冒険できる。3D で描かれてたシリーズ作品も 2D にリメイクされて、音楽も懐かしの曲調で楽しめる。あ、これはあそこだ。お屋敷。なんだっけ？ なんだっけ？ドラクエ5か。さらにパワーアップした復活の呪文。なんか物語のね、どのタイミングから始めるかもね、自分でこう選ぶことができるんで、まあ、強くなった状態でね、物語の最初からプレイすることもできるそうですよ。仲間たちとの旅がさらに楽しく進化。どんなの？まあ、移動中にね、仲間がね、後ろからついてきてね、仲間との会話がしやすくなったそうです。なんか待機中にね、いろんな仕草を見せるとかね。これって確かね、ドラクエヒーローズ2と同じですね。まあ、機能的なものは移植したのかな。一応プログラマーなんでね、そういうことを考えてしまいます。何がある？さらに白熱する進化したバトル。好きなカメラモード変更したり、戦闘中もね、キャラクターが喋るそうです。まあ、最初だけね、珍しい機能となりそうですけどね。やりごたえ満載、縛りプレイ。まあ、縛りプレイはね、PS4 や 3DS でもまあ、どっちかがわかんないですけどね、あったそうですけど。なんか、超恥ずかしい呪いとか、すべての敵が強いとか、主人公がやられたら全滅とか。まあ、そういったね、暇な人はやる 縛りプレイもあるそうですね。こっち戻すか。まあね。まあ、その他ね、主人公の息遣いのオンオフ切り替えとか、ダッシュ移動とか、どこでも馬を呼べるとか、まあいろいろあるみたいですけどね。まあ発売がね、かなり遅くなった分ね、ドラクエ11の完全版みたいなゲームに進化しましたね。早くやりたいですね。楽しみ。この Nintendo Switch 版のドラクエ11、ドラクエ 11S ですが、ブンちゃんチャンネルのサブチャンネル、ブンちゃんゲームチャンネルの方でね、ゲームプレイやゲーム実況の動画を上げようと思うので、
よかったらサブチャンネルの方もね、チャンネル登録しておいてくださいね。今のところさすがにね、最初からクリアまでね、すべてゲーム実況するつもりはありません。RPG 系のクッソ長いゲームをね、もう最初から最後まで動画にするのはね、このゼルダの伝説トワイライトプリンセスのね、ゲーム実況で凝りました。編集してね、大幅に短くまとめたりするんでね、そんなことやってたらゲームクリアするまでね、半年かかってしまいます。ドラクエ 11S の動画はですね、スイッチ版だけの新ストーリーとか、なんか面白そうなイベント的なものがあったらですね、その部分だけね、抜き取って、ゲーム実況してみたいと思います。はい、この動画の冒頭に出てきました、任天堂スイッチ本体。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。ドラゴンクエストヒーローズ1、2。これ全部0円で手に入れて、ドラクエ 11S もね、0円で手に入れることになりました。結局、任天堂スイッチ関係にはね、これまで自腹で1円もね、出してないということになりますね。ドラクエヒーローズ1、2がね、4800円で売れましたんでね。まあ、0円どころかね、お金もらったようなもんですね。ところでね、なんで文章がこんなことができたんでしょう。それはこれです。セゾンカード。このカードのポイントめっちゃ貯まるんですわ。一般的なカード類ってね、ほとんどね、1年とか2年とかね、ポイントの有効期限があるじゃないですか。そんな短かったらね、うっかり目離した隙にね、発行会社にね、ポイント全部吸い取られてしまいますよ。そうならないようにね、いちいちね、ポイント有効期限を気にしてたらね、無意識レベルで小さなストレスが溜まってしまいます。有効期限のあるサービス嫌いなんですよね。このセゾンカードはですね、ポイント有効期限が永久不滅なんです。これがね、最大の特徴ですね。永久不滅ポイントって言ってね、それ専用のサイトがあるくらいです。こういった永久不滅ポイントのアプリやね、ウェブサイト経由でね、Amazon や、楽天や Yahoo や、とにかくね、いろんなネットショップにね、アクセスしてから商品を買ったらね、ショップや商品によって、ネットショップサイト側のね、ポイントとは別にね、2倍から30倍くらいのね、ポイントがつくんでね、買い物傾向によってはね、ポイントがすぐ貯まるんですよ。ポイントが貯まったらね、永久不滅ポイントのサイトでね、いろんな商品と交換もしてもらえますけど、サイトにはね、分散が欲しい商品はね、そんなにないんですよね。カタログ商品なんでね、どこもそんなもんですよね。このね、永久不滅ポイントで交換できる商品ね、めっちゃ気に入ってるのがね、これですね、Amazon ギフト券です。200ポイントのね、1000円の Amazon ギフト券で交換できるんですけどね。結局、ポイントで交換してもらえる商品と同じものが、Amazon でね、安く売ってるからね、Amazon ギフト券に交換してもらった方が得なんですよ。これまでスイッチ本体とゲームソフトはね、全部セゾンカードの永久不滅ポイントだけで手に入れました。分散はね、1円もお金を出していませんのでね、実質0円で買ったということになります。とにかくね、すぐポイントが貯まるからね、カード払いにできるものは、国民年金から光熱費、通信費、ネットサービス、自動車保険、車検代、商品購入の支払い。とにかくカードが使えるものはね、全部セゾンカードに集約させています。そのおかげでね、どんどんね、ポイントが貯まってね、全部 Amazon ギフト券に交換してもらってますよ。他にね、電力会社とか、NTT や電子マネーとかね、いろいろポイントがつくサービスを利用してるけど、少なくともね、分散が利用している他のサービスにはね、ポイントの有効期限がないね、サービスなんて一つもないし、Amazon ギフト券とね、交換できるサービスもないんですよね。まあ、こういうサービスね、他にあるのを知ってたら教えてくださいね。ポイントのね、有効期限がなくてね、年会費も永久無料のセゾンカード、めっちゃおすすめですよ。便利なんでね、分散がね、まあ、昔ね、東京に住んでたんですけどね、その頃からね、もう25年以上使ってますね。このセドンカードについてはね、動画説明欄にね、リンクしておきますんで、興味のある人は調べてみてください。皆さんもゲームソフトを0円で買いましょう。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。このブンちゃんチャンネルと、近々ドラクエ 11S のゲーム動画を上げる予定のブンちゃんゲームチャンネルのチャンネル登録と通知設定をして待っていてください。ほなさいなら。